はいこんにちはザ電撃パンクゾンビーズ小屋です、えー、今日はですねさっちゃんが結婚式とかなんとかで来れないということで塚、えー、ちゃんと一緒にはい喋 <laughs> りますよろしくお願いしますよろしくお願いします梅雨も明けまして超暑いです暑いですね昔クーラーない時ってどうやって生活してたのかなまあ、これで頑張ってたんかこれで頑張ってたと思いますね不思議じゃない怖い <laughs> 死んじゃすごいなあと思うね。はい。まあ、結<構>梅雨も明けまして夏なんですけども、そう、本音ラジオ、学生に向けて話すので、あれなんですけど、昨日ね、はい、就活、ん昨日か一昨日かな、あの就職活動を説明会みたいなのに、説明側で行ってきたんですよ。本当は お,お帰国にね、や雇う側で、何て言うの雇う側が、えー、説明する会じゃないですか。はい、そうですね。でも、俺一人でやってるから別に雇わないんだけど。<laughs> <laughs> <laughs> ただ、なんか学生たちがどんなことを考えて就活をしてるのかとか聞きに行きたくて、直接行ったんですけど、やっぱりなんか、今も昔も変わらないようで、結構、自分が何をやりたいのかが分からないみたいな。 感じだったんですよおなるほどすっごい分かる <laughs> いきなり働けって言われてちょっときつくないですか塚地さん<私>ど,どうでどんなきっかけで社会に出ました私ですか、うん、私初めての仕事が、うん、あのバイク屋さんで働いたんですけどもうん、うん、それは学生の時、えー、中学校出てすぐですねおお<ー>はい あ高校行きななながら高校行行行っってていいですねかずにそのままバイク屋さんで就職してって形ですね、うん、あのまあ知り合いだったのでそこで働くっていうことになりましたねおおああそれはじゃあなんで高校に行くっていう選択肢は選ばなかった選ばなかったんですねああもう勉強いいやと思ったではなくてまあ 単純にまあバイクが好きだからということでバイクをいじる仕事をしたいなっていうのはいいねそれだとなんか自分から動けるね <laughs> <laughs> 確かになんかやりたいことないからとりあえず大学まで行っ,て大学行って結局見つからないで社会に出ちゃうパターンが結構多い気がするんでどうでしたそのバイクの仕事は楽しかった楽しかったですね、結<構>い,いね <laughs>、はい、それはいつまでこれは17 18ぐらいまで,です、ねやっ 昔ヤンキーだったんだっけ <laughs> いやヤンキーではないですよマジか、はい、すごいなえその時なんか周りの友達とかも結構就職する組が多かったいやほとんどは高校行ってましたね,、うん、ねえはいえ、ま、っ待ってよ待ってよ年下でね今いくつだっけ僕26です二十六でね、はい、10年前とかの話ちょうど10年前ですねはいえっ、ー すごいなえ、うん、そっから18でやめたやめて、うん、な,な,なんんでやめたのまあ,あのお店の方で、あで、うん、別のお店に移動になった時にうん、うん、そっちの方ではバイクの修理があまりないからってことでうん、うん、あそれはなんかお支店支店,支店から本店に来てって言われたんですけどへえ、はい、バイクの修理ができないんだったら辞めると言って辞めましたねなるほど、はい、あじゃあなんかあれか 結構できる社員だったんでではというわけではなくてその支店に別の整備士が行くから整備士がいっぱいいるからこっちの方においで<ー>みたいな感じで辞めてやるとはいえそれ辞めた後どうしたの東京に行きましたあえ地元は大阪で大阪で東京に行ったの、はい、それはなんか目星つけていったの何もん何も考えなく すごいあっちで仕事探せばいいやってそうですねえー、すげえんだろうすごいこの破天荒感がすごいんですけど <laughs> マジではいえそれで行って見つかった10年前ってだって不況じゃないのその後携帯ショップで店員さんとして働きましたね、うん、18歳からはいああ携帯ショップかなんで携帯ショップちょっと興味あった携帯電話も好きだったので ああメ,メカニック関係は好きって感じ、はい、そうですね操作したりすああの携帯電話で遊んだりするの好きだったんであでそこからどう何年ぐらいそこ,そこはもう1年いなかったぐらいだと思いますけどはい 1>, 1年おらず、はい、でその後はその後はあのー、まはあ、結婚したりして<笑><笑>す,すごいねなんか濃厚ソースですね <laughs> 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 なんか就活生の参考になればなと思ったんだけど、なんか、<laughs> ならないです。てて <laughs> 逆に、ゴーチさんはどんな感じで最初、就職されたんですか自分はだからもう、社会に出るのが嫌すぎて、一応、大学4年の春に就活はしたんだけど、全然、なんだろう、だから勉強はできるわけさ、テストは。<はい S 2> でも、次、面接あるじゃん。面接あります働きたくない っていうのが伝わって落ちるわけ <laughs> <laughs> で結局4月には決まらずでビレッジバンガードって分かるかなビレッジバンガード遊べる本やビレッジバンガードイオンとかに入ってるなんかポップとか雑貨とかがいっぱいあるようなところがあって、はい、そこではちょっと働きたいなと思ってたんだけど、はい、ただそこはもう全部バイトからだけ入社試験がなくてもうとりあえず現場、はい、で次契約社員で次正社員 っっていう仕組みだだたかからら絶対バイトからだわけ、はい、なるほ,どなるほどで10月ぐらいに実家の近くに新しく店が出るってなって募集しててでは入りたかったんだけどただそこに入ると何というかこ大学まで行かしてもらってバイトかっていうのが自分の中でちょっと申し訳ない気持ち、まあ、働きたいのは100あったんだけどはい、はい、ただ時給も最低賃金なわけ、はい、そこは。 だからなんか、うん、大学に行った意味があんまりあるのかないのかとか思いながら、でも、他に働きたいところはなかったから、当時の彼女で今の奥さんに迷ってる意味がわからないと言われ、だっ,って他に行くとこないんだったら、そこに行くしかないんじゃないって言って、働き始めて、で、出ましたね。<ー>そ,うそ,そこで初めて、社会人としてバイトを。はい めでそのまま卒業して契約社員になって1年間やらせてもらいましたね接客業怖かっただから仕入れを考えるのとか売り場作るのとか楽しかったけど、はい、だからそのなん接客をしなきゃいけないじゃないですかあも,もちろんそうです、ねうん、そこがねなんかこうコミュニケーションが苦手なのでそこはあんまり得意じゃなかった。 だなでもまあ楽しかったトータル楽しかったはいそうそうでそっからなんだあのよ <laughs> <laughs> 大丈夫,大丈夫嫁が公務員になったんですよはいそうそう1個下なんですけどでヴィレッジヴァンガードは全国展開で、はい、ちょっともう行かなきゃいけない何ていうの全国に絶対転勤があると嫁はでも地元に固定だと はい、さて、どうするかってなった時に、だから、嫁を辞めさせてまで、えー、ついてこさせて、それ以上に俺が稼げるのかなって思った時に、ちょっと不安になり、考えた末、ちょっとヴィレッジヴァンガードを辞めて、地元の公務員になるために <laughs> 勉強して、1>, はい、1年間勉強してそ、そこで商工会に引っかかったんです。なるほどそうそうそうあのー なんだ中小企業を支援するところね、はい、<laughs> でそこからマーケティングとかを学んで今にあ独立したんだよねその後にそう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 なるほどで,でさ色々、はいろいろまあ2人とも経験してるじゃん、はい、無駄ではないよね無駄ではなかったと思いますないよね、はい、もしさ今からこの社会に出て親からは公務員になれって言われてるけど自分で何したいかわからないっていう若者いたらなんていう なんていうかな,なんてアドバイスするう<ー>ん <laughs> とりあえずやってみたらって感じかんとりあえず、まあ、学生の間でだったらいろいろバイトできたりするじゃないですかその間にいろんなバイトをしてみてうん、うん、経験済んだらやりたいこと見つかるんじゃないかとそうだよね、うん、やっぱ考えてるだけじゃちょっとそうですねあれよねただこれの難しいところは、うん。 やっぱり怖い人って動けないから怖い <laughs> <laughs> 怖いから動けないんだよねだからそこをなんかこう動かすきっかけっていうのは難しいなあと思いましたよ結構あの <laughs> でもまあ仕事に <coughs> 仕事するっていうこと、うん、まあ確かに働くという選択肢ももちろんあるんですけどもうん、うん、会社に働くっていう。うん 会社を中には起こす人もいいるじゃないですか会社を起こすまあ親父さんも会社うん、うん、自分の会社をお持ちですけども起こす時って、ねうん、やっぱり決断とかありましたあったあ,あったあったあったできるのかなとは思ったよでもやらないと分かんないなっていうのは思ったから <laughs>、はい、うんでもあとやっぱり好きなようにできるっていうのは魅力じゃないですかあそうですねそうそうで実際今好きなようにやってるし で人間関係では悩まなくなった。はあ、あのだからで別に嫌な人と付き合う必要がないから。ああそ自分の会社だからってことですね。そう,そう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 。はい、でただそこでだからでもね一緒にいて居心地いい人だけと付き合っても、まあ、なんか成長しないなっていう感じがするから、はい、一応なんか嫌だけどこの人はためになるだろうなっていう人とはあったりはする。嫌 <laughs> だけどっていうか怖いけどか。はい 超立場が上とか実績がある人とかに会う機会は作るようにはしてる自分でだからでも面白い人といっぱいやっぱりなんだろう勤めてる時よりは会えるよねだから戸口さんとかさ知事とかさ知事普天間知事あだ名ですね沖縄県知事ではなくてそのうちなるっていう人なんですけどそうですそうです っていうなんか変な人に会う率はめっちゃ増えたから楽しい楽しい楽しい,楽しい <laughs> 変な人 <laughs> <laughs> そうそう,そう,そうなるほどなるほどだってすごいよねなんでね最初会社を起こす時、うん、まあ確かにいろんな経験積んでから会社を起こされる方もほとんどだと思うんですけど最初僕もまあそういうのを見てて結構会社を起こすって決断がいるだろうなっていうのは思ったんですよね あと会社を起こした後やっていけるかとかっていうのもやっぱりやっぱり一応企業に勤めていたら一応まあ毎月一応決まった金額だったり頑張ったら頑張った分だけ給料がもらえたりするしますけど会社を起こすとやっぱり頑張ったら頑張った分だけ給料もらえるかっていうとあいや頑張ったら頑張った分だけもらえるでしょああもらえるんですけども不安定にはなるじゃないですかずっと一定の金額が入るっていう。 企業勤めよりは、ね、いやちゃんとやれば大体変わらずいやあの変わらずっていうか多分前以上にもらえると思うよあまあそうまあまあうけども <laughs> そのまあ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 そのまあそのんていうのかなあのー、働き方をえ選ばなければって言ったらあれかなだか例えば俺なんかはに2月とかはさはい 全国でそのグループ、まあ、セミナーをやったわけ、はい、全国だったら人は集まってくれたわけ 2>、はい、で2月はえと、ね、実際週休5日ぐらいで収入がえ20万ぐらい手元に残ったわけ、はい、週休5日20万っていいじゃん週休5日 <laughs> <laughs> でも俺は内地に行くのがしんどかったわけ移動がね、はい、これ沖縄県内でやりたいなと思って今 なんか頑張ってるんだから俺まあ変な話俺でもできるからって言ったらあれだけど <laughs> <laughs> みんなちゃんと正しいやり方して、はい、だから俺もちゃんと内地で企画してやればいいんだけど、はい、まあそうそうそうなんか内地行くのめんどくせえなっていう理由だけで沖縄でやろうとして。 あれなんだけどね、働けてないんだけど。五月病でさ、五月モロもう六月。そうもう来週から。来週から働きます。いい加減。はい。なるほど。来週から。なるほどなるほど。でまたあの今日まあ今回なんか学生さんのあのその説明会に行かれたってことだったんですけども、学生さんがやっぱりその仕事を選ぶ基準みたいなのでもやっぱりあるんですか。 あーだから聞いたらどんな仕事がしたいのって聞いたら私、事務系が好きなんで事務の仕事したいですって言うんだけどでも、好きかって思うんですよ、それだからその時に給料もらえなくてもやるって聞いたらうん、絶対やらないですって言ったそれは好きじゃないよねって思うわけです。 ててななくてもやるじゃないですかバイクのいじることは、はい、それは好きじゃんはいジムが好きっていうのは多分なんかもう面倒くさいことはやりたくないからこの選ばれたものの中では責任なさそうな感じ私でもできそうな感じこれが好きっていう<笑><笑>多分ことだと思うのでそれで選ぶとなんかあんまり良くなさそうな <laughs> 趣味がバイクとかって、ね、よく聞きますけど趣味がジムっていう人はあまり聞かない,ないないよね,いいね <laughs> 文房具集めてますとか <laughs>、はい、エクセル触ってたらはあはあしますとか、うん、<laughs> <laughs> エクセルフェチですとかってあんまり聞かない,ない,い,ないですね、えーはい。パソコン好きっていいうのはももちろんいますけど エクセルだけが好きな人とは思計算式でも全部足したらもうたまらんとかさ <laughs> <laughs> いないじゃん、はい、シートを増やすたんびにもう甲骨ですとかい <laughs> 聞,聞かないからねエクセルプレイとかはねそうですね <laughs> <laughs> あやばい真面目な話できなくなってきた <laughs>、はいですかでそれでやっぱり学生さんが選ばれる記事にやっぱり好きな自分の好きなことも,ももちろんそうなんですけども、うん、やっぱり給料とかで選んだりする方も結構多いですかねうん、うんうん、まあ 給料で選ぶのはそれはま,だまあまあもうほとんどの方がそうそうなんでだ,、ねはい、だから18万だそう昨日聞いたんだけどいくら欲しいって聞いてたら、はい、みやっぱり18万ぐらい欲しいとなるほどあで18万ぐらいかまあ普通なんですかねうんなんか高望みはしないんだなっていう どうなんだろう、18万って沖縄だとちょい高だけど、はい、内地だと全然低いよね多分、あのー、僕も最初、正社員で最後働いたところ、うん、最後って言ったか内地で東京で最後働いたところで、うん、まあ派遣から正社員になった時に、いくら欲しいですかって聞かれた時に、40万ぐらい欲しいですって言ったんですよね。 うん、の,あの、まあ、初任給とかに当たるかなっていう,うん、うん、あすごいねその40万は何の仕事だああのパチ,ンスパチスロうん、うん、のメーカーで働いたときに製造製造の方で働いたときに<ー>それぐらいはやっぱ欲しいですって言いましたねああなんかそうなんですよね、うん、みんなあんまり鷹の <laughs> 望みしないのと社会に出るの怖がりすぎ 俺は気持ちはすっげえわかるけどな,、はい、な,なんでだろうこれ解消どうやったらいいんだろうと思ってでもやっぱりいっぱい一回働いてみることよ、ね、<laughs> だと思いますそ,うその時にもバイトしてる人いるって聞いたら一応一人いて、あのー、コンビニでバイトしてると、はい、で多分フランチャイズなんだよで、はい、オーナーがいてバイトとか休んだらオーナーが来るんだって人手不足だから常にオーナーは店で寝たりしてるって言ってて。 あ,ーあれは嫌だっつってた <laughs> あれは嫌だ嫌 <laughs> だっつってたでもそのフランチャイズもさ多分バイトがちゃんと回ればオーナーはオーナーで別に出なくてよくなるんだよね多分そうオーナーはあくまでそのお店を持ってるオーナーですから、ねうん、多分そうだと思います、ね、あまりオーナーさんが出てるというイメージはなかったですねあーそこはなんか なんだろう待遇が悪いのかな <laughs> <laughs> でもオーナーって別に結構夢のポジション的なところだよね、うん。だってバイトがちゃんと回せばさ、はい、何もしなくても金入ってくるじゃん不動産みたいなもんでしょそうですね、うん、ちゃんと売り上げも入ってそうだよね、はい。だからでもやっぱ実際に身近に。 見てるオーナーが店に泊まり込みでバイトみたいなことしたら、それはやりたくねえなって思うのか。<laughs> オーナーなのにっていうやっぱりなんかオーナーだったらこうあの来なくてもいいんじゃないのってなるのに、うん、実際はこうかと、はい。まあ一応現実を見せるのも大事か <laughs>。なんかねその全然話ちょっとまあ戻るんだけど。はい。世の中にはいろんなフェチが。 そこに戻るんですね。<laughs> いや、<laughs> エクセルプレイ <laughs> <laughs> いや、もうせっかく男2人だから、いいかな <laughs>。<laughs> <laughs> だって、金曜日よりは大丈夫でしょ <laughs>。<laughs> 大丈夫だと思いますよ <laughs>。でも、なんかなんでそこに興奮するんだろうっていう人いるよね。いますね。なんだろう、だから、ハイヒールとかさ。<laughs> <laughs> じゃあ、あれ、なんだろう、もう、はい。 例えば、一般的に言うとまあ下着泥棒とかさ、はい、布に興奮するの、その先を見てるから興奮できるの。うん、どうなんでしょうか、私、下着泥棒やったことがないんで、ごめんね。<laughs> <laughs> いやなんか物知りそうだから、知ってるのかな。えー、えどうなんだろうなと思って。えー、だって、じゃ新品のでもいいのかって言ったら、そうではないんでしょうね。盗むの込みでドキドキするんでしょ多う、分。多分それなんでしょうね。 まあ、変な話さ、はい、そういうお店やったら流行るかな,なんかベランダに <laughs> 吊るしておいて、はい、見つかったらダメみたいなバー <laughs> あのー、リアル脱出ゲームの反対みたいな <laughs> そうそうそうそれのちょっと下系 <laughs> それは合法的にドキドキできるみたいな合法的にドキドキできますけど <laughs> あれ合法だとドキドキしないんじゃないですか <laughs> 違法だからいいのかどうなんでしょうかねじゃあさあ OK にしまえば減るんじゃない <laughs> <laughs> 逆説的に逆説的に OK にすれば <laughs> そうそうそう合法にすればやらないみたいなおーおーなるほどなるほど <laughs> え全然ドキドキできないじゃんみたいな <laughs> どうなんでしょうね減らなさそう、えー <laughs> 減らないでしょうね <laughs> 結果的にん,んか異常に増えそうな気がするすあそうだねあ OK になったぜってなっちゃうもんね大谷<ー>なに,なに、うん、大丈夫なんか揺れた<ー>誰かいるあいやいやいや大丈夫ですよあ怖い話 <laughs> <laughs> もう夏ですからあそのスタジこのスタジオにはなんかいる系 <laughs> <laughs> 大丈夫です、ね、大丈夫です画、ね、び、はい、が取れただけなので <laughs> いいですねじゃあ,あ<ー>何 曲っていつ行くんだっけ <laughs>。じゃあそ,そろそろ一曲行き,行きましょうか。うかはいじゃあえっ、ー、とザクロマニューズでナンバーワンやろうです。イ e ー h はいどうも土曜日のえね何時だ5時27分、まだ暑いですね。暑いですねさあそんな暑い中でもう超ゆるゆるとやっております。<laughs> <laughs> CM 中はずっとフェチの話してましたけれども <はい S 1> でも、なんかあれフェチってちょ正しく言うとなんか物に対して興奮しないとフェチじゃないらしいですよ。 生き物に対して混音するとそれはフェチじゃないらしいなるほどなるほど、うん、だ例えばあなんだうんに、まあ、にん首筋フェチとか足フェチとか言うじゃないですか,、はい、かあれは本当はフェチ医学的にはフェチじゃないらしい医学的正式には、はい、そうそうそう,そうおツイキャスが切れてしまってます、ね、何あ、はいあこれは何どこを削除していただいて ライブ開始。でライブ開始 OK。はい。ありがとうございます。ええ、なんだ投稿します。OK。ってことは、生き物の部署、部位を表すというよりは、そうそうそう、ものにパソコンフェッチとか。そう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 、パソコン見たら、はぁはぁするとか。下着とかさ。はい。それはフェッチらしい。ああ、なるほど、なるほど。そうなんですよね。 生き物ではなくそ、うん、そうう興奮しないよねものに対してはなかなかしないですね <laughs> なんだろうなその向こうに女性を見てるのかなうんどうなんでしょうか <laughs> これなんかフェチの人ゲストで呼びたいね誰かいモ <laughs>、まあ、サイクかけなきゃいけないんだろうけど <laughs> <laughs> どんな女性のタイプがいいですか ああまともにいいですかそうそうそう,そう自分あ待ってじゃあ自分は結構年上が好きなんですけど。はい。<laughs> 年上が。うん。何だろう。えー、っとね、鈴木京香とか。はい、はい、結構年上が好きです。<laughs> <laughs> <laughs> 何の話ですかっていう話、ね、なるほどなるほど。これでもなんかさ<ゃ>昔は。はい 年下が好きだったわけ20代の時は、はい、あ20代、まあ、前半とかね、はい、でも年重ねていくるにつれ好みが変わってきたんだけど<上>これみんな変わる変わるのですかねでまたあれかなおじさんになっていたらまた年下好きになるのかな、えー、と今おじさんお何歳ん俺32次、うん、40代になるとまた年下が好きになるんですか、ね、なるのかなだってキャバクラとかさ、はい、若い方がいいみたいな風潮があるじゃん そうですよねお,おじさんたちがね、はい、どうなんだろうどう,どうなんですかね <laughs> ど,ど,こどんなんですか年齢的な好みは私ですか、うん、私、まあ、年上も年,でも年下でも全然 <laughs> かっこいい、はい、<laughs> 人間愛で、ね、はいあの <laughs> 年上でもあの年齢大体何歳ぐらいまでだったらっていうのはあるじゃないですか、うん、それはありますかで 怖いんですけど割と大丈夫えっとそれは<お>大体、えー、もう綺麗だったら別に50でも60でもああ吉永小百合なら全然 <laughs> 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 でもあれはばもう神クラスだからね多分ね。<laughs> なるほどなるほど、うん、まあ、人によるけど、はい、でも全然綺麗だったらなるほどなるほど、うん 閉じたらだとはまあまあ今好みではない、うん、何話していいか分かんなくなるぞう感性が違いすぎてなるほどジェネレーションギャップってやつですかね、うん、だってさっちゃん、まあ、この番組のパーソナリティのさっちゃんでもはいおなんかこんにちは来たこん,はこんにちは来てますね矢沢さんにこにこさんニコニコニコ の方女性かななんか男っぽいけどまいやラブライブというアニメのキャラクターをアイコンにしてらっしゃいますねさすが詳しいラブライブはでもんだっけ紅白に出たんだっけ紅白にも出てますね声優さんがはい有名ねよね年下あ年下あそうそうだからさっちゃんでもなんか 話が通じるかどうかちょっと怖いからなるほどなるほどうん。さっちゃんと僕同い年なんですよねそれが信じられないでも塚っちゃんはなんかこの違うじゃん同じですよ同じですよいやか別枠じゃん別枠なるほどで年下は僕も実際まあ同年代の人ともあんまり実はでしょう あのーまあ、理,理由というか流行りものが全くわからないので余計話が合わないんですよね。エグザイルの誰々かっこいいよねって言われてもエグザイルはわかるんですけども誰,誰、うん、AKB48 の誰々がいいよねって言われても誰でしょうかってなっちゃうんですよね、うん、でもアニメはわかるまあそれは、はい、<laughs> も番組持つぐらいだからそうですね 窓かまぎか劇場版見なきゃああそうですね見ないといけないですねあれあそこから何劇場版ってどうなるの一応普通のやつは全部見たわけはいんかそのんだ主人公の名前が思い出せないな窓かか窓かはい概念になったところまでは見たんですアニメが映画化される時って全く別の話になるのかううんん それとも、うんあの、描かれなかった最終回として描くのかがほとんどですね。今回はどっちなのかちょっと気になりますね。に楽しみながら見ようかな。よねはい、なんかそう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 、スマップ解散、まあ、ごめんね、マドかマイカ見てない人全然、筋合い話になっていくんだけど、はい、ま、いっか。<laughs> 何、あのー、ていうの s m a 解散報道みたいのあったじゃん一時期ありましたね、はい、そうそうあれがなんかツイッターの中で窓かマ,マイカ好きな人が誰だったかな木村君がタイムリープをしてて、はい、また今回もスマップ解散を止められなかったみたいな <laughs> <laughs> そうそうそうででもまたタイムリープして戻って、はい、でまた戻ってまた戻ってっていうのをやって <laughs> この因果がどんどん中居君の絡まって だオンチの凄さがひどくなっていくっていう構造らしいよ。<laughs> <laughs> そうそうマッドカーがなんかあんだけパワーを持ってたのはタイムリープを繰り返したからだみたいな話。<laughs> そうそうスマップかいさんもそういう仕組みらしいよ。<laughs> すごいですね。そこまで話を持っていける。<laughs> <laughs> 面白いなと。<laughs> はい。でまあ話戻すと <うん S 1> あの年下とかだとどれぐらいまで下までいけるとかって今はあります？ これは何じゃあ一応ラジオだからデートしていいにしよう,かまあそ,うそうしましょうかえでもまあ法的に OK なまあ人によるんじゃない法的に OK な <laughs> OK なのはい,つかいくつから ?18 ぐらい20歳ぐらい女性で結婚できるのは16からですよね16きついな <laughs> えだって高1とかでしょそうですねちょうど高校1年生の年代になりますね な何映画館行けばいいのかな僕、実はあんまりデートっていうものをしない方なので <laughs> <laughs> あのどこにデート行ったらいいのかも分からない方なんですね。そうだね、はい、自分もなんかこういう,ななんていうの友達から付き合うっていうタイプしかなかったから気心知れてから付き合う,そう,そ,う,そ,うそう。はい,いきなり 告白して付き合うとかさいきなりもうファーストコンタクトがデートっていうのがないから、はい、ああなるほどなるほどあわ分からんね何したらいいか分からんどうしてるんだろうみんな映画行ってんのかベタに映画館とか、まあ、遊園地まあここで、まあ、沖縄でいうと国際通りを歩くとか,とかこクソはいのに美 <laughs> <laughs> 浜とかに<か>、はい、なるんじゃないでしょうかあそうか え沖縄はどうだろう自分学生の時は彼女いなくてなんか車の免許取ってからできたので、はい、車の移動なんだけどそういうことじゃない人たちはみんなバスとかで移動してるの学生さんでしたらバスだとかだと思います自転車はないかなそうだよね暑いですもんねそうだよね、はい 宜野湾から国際通りまで自転車で行ったらえらいことです。もしくは親に送ってもらうとか送り迎えか。わ大変だな。大変ですね。<laughs> <laughs> <laughs> まあ変な話、そんな中でなんかやっぱり18ぐらいまでですかね。うん、18ぐらいまでかな。はい、え、16とか いけるいけるってややっぱこんなこと聞いたらあれだけど <laughs> まあ法的には OK でしょ結婚できるからね、はいはい、いやーーでもなんだろう自分が16だったらいいよあまあ確かにそれはもちろんそうです自分が16の時の同級生は大人っぽく見えたけど、はい、今のなってからの16ってやっぱ見たら若いもん 若いです感覚的には俺は16からあんまり変わってないけどさ,さ <laughs> 気持ちは変わってな、ね、い気持ちは変わってないけど若いもんないや上の方が絶対楽絶対楽 <laughs> 楽楽楽んだろうなんか、うん、甘えられるというか精神的にはい こっちがリードしてあげないといけないとかってなるともうなんかあんまり得意じゃないああなるほどなるほどもう超そもそもの話でい,い、はい、団体行動が苦手 <laughs> 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 なんかさデートってさ、はい、団体行動じゃん団体行動ですか一 <laughs> 人以上じゃん,なんかかあもうもちろん二人で行きますからねはいで何て言うのかな一人で勝手に行動しちゃいけないじゃん そうですねだから本屋とか選んじゃいけないじゃんあそうですね <laughs> なんていうのかなだからほ正直どこ行きたいって聞かれた時にデートでさ、はい、俺は本屋に行き,行きたいところはもう純粋に本屋だわでも本屋って言ったら私と行く意味あるみたいな話になるからなんか第二希望とかから言っていくんだけど、はい、そうそうだからデート自体がそんなに好きじゃない っていうなるほどなるほど、うん、苦手、うん、<laughs> え奥さんとはデートはうんするするするけどやっぱり自分が喜ぶのよりも相手が喜びそうなところをああなるほど言わない僕もそうですね言う相手喜びそうなとこ、うん、でその中で自分も行きたいところを重ねたところから言う、はいはい なるほどだって純粋に言ったらさ本屋とか蔦屋とか、はい、<laughs> そこ私と行く意味あるって言われそうなとこばっかりだわけ <laughs>、まあ、一人で行ったらいいじゃないっていう場所ばかりですね <laughs> そうそうそうだから本屋に行ったら行ったら多分俺は一人で本棚の中に消えていくし、はい、純駆堂とかさ蔦屋に行ったら行ったで CD とか視聴して一人でね、はい、してるしなるほどなるほど <laughs>、うん だからみんなデートって何してるの何をされてるんでしょうね <laughs> 私もすごく気になります。<laughs> なんかこう標準がいないね。<laughs> <laughs> <laughs> 大丈夫。標準がなかなかいないってそう。矢沢さん、矢沢ニコニコさん。はい、矢沢ニコニコさんまだ聞いてるのかな聞いてらっしゃるとことを信じて。みんなデートどこ行ってるんだろう どううでしょう皆さんデートはどちらに行かれてますかねごめんなんか落ち,落ちた大丈夫かなこれなんか落ちたぞああ大丈夫ですよ OKOK あーオッケー。はーいなるほどなるほど、うん、よくあの最近就職活動されてる方に、まあ、話戻しますけども、うんはい、就職活動されてる方に聞いたんですけども <laughs> 就職活動は恋愛と一緒だ ああ、そう。っていうことを聞いたんですけども。そうだね。はい、昨日もあそう、そのテーマで話してた。だ今の就活ってさ、ほぼお見合いじゃん。だから、なんていうのお互いのことを知らずに、はい、いきなり付き合うっていう場で、はい、試験っていう場で、お見合いでなんか、御社の趣味はみたいな。<laughs> 御社の趣味じゃないか。あなたの趣味は。な,味はなんでそれを選んだんですか、はい、とか、聞きながら。で じゃあ合格です働いてくださいってで一緒になるじゃん、はい、でもそうしたらなんかお見合いの時とイメージが違うみたいなのがあるじゃんだってお互い洋服見せようとしてるわけだから、はい、そうですよねそれは何だろう今の時代には合わない気するよねああ<ー>それよりは俺絶対3ヶ月間もうみんな1回働かせるっていうのの方がいいと思う、はい ああその働きたい人を全員とりあえず無給でね、はい、あの給料なくて、はい、働きたい人だけでそれで3か月後残ってる方がそ,そう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 員うそう,そう採用するそ,うそ,うそ,うその時に初めてどうする付き合う付き合わないみたいな話にした方がいいんじゃない<あ>といなお試し期間みたいな、ね、そう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 その方うがよくない まあ確かに給料が発生しないっていうのはどうかと思いますけどもまあでも考え方としては全然私はありだと思いますそのお試し期間っていうのはですね,ね,ねだってさ何ていうの給料出なくても働きたいと思えるところにまず行くじゃんそうですねっていうところでなんか変な惑わされはしないんじゃないかなと思うだってその後に給料に不満があるんだったら自分で働いて稼いで給料あれしたらいいじゃん何時だっけ もう大丈夫ですよ。一1区切りで45分までにやるんだっけ大体それぐらいがまあ目安でいるだけなので。でだからもし雇うんだったら、うん、3か月無休でやった方が、うんはい、まあ法律が許さないんだったら最低賃金でもいいさ。はい。でやった方が絶対1年後はお互いその方がいいと思う。 逆に会社としても長く勤めてもらえる人材が来るっていうことですね。るし、ギャップもないし、はい、お互いにね。だってあれ、今の形でやると雇う側も、あれ、面接で行ってた時の印象と違うみたいなのがあるじゃん。はい、だってその時だけ作ろえばいいんだから、そうですよね、うん、ずっと働くっていう、で逆になんかあれ、こいつ面接ではそんなにいまいちだったけど、実際働いたら能力があ,とあるとかさ、はい、コミュニケーション能力だけ低いかもしれないじゃん。はい 逆にコミュニケーション能力だけ高い人かもしれないじゃん <laughs> 仕事こいつポンコツだなみたいな <laughs> だそこを実際にやらしてから判断しないと分からんじゃないかなと思う、ね、なるほどなるほど、うん、じゃあ曲いってみましょうか <laughs> 行きましょうか、はい「ザ・クロマニオンズで雷雨結構」 はい <coughs> もうそろそろお別れの時間ではないかまだ,かまだはい少しありますね <laughs> はいあっ OK ーーですじゃあもうちょっとしゃべりましょうかはい何,何だっけ何話したっけ CM 中全然違う話し,たし、はい、あの就活は恋恋愛と同じという話を、ね、そう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 ,そう,そうしてましたけどもそうはいだから うーんあーそういう形が一番合いそうだけどな、今さ、だって、はい、なんだろう、SNS も見るっていうじゃん。はい、会社のか、会社,会社が個人の受けてきたやつの。あ、そうなんですか。うん、調査するらしいよ。わざわざ。うん。で、だから、怖くない怖いですよね。そんなことをやるぐらいだったら雇えばと思うんだけどさ、<laughs> まあその身辺調査みたいなもんでしょうね。い だから、見つかったらざわざわするんじゃないああ、なるほど。だから、そのーイメージと違ったら嫌だみたいな感じなのかなああ<ー>、重さする。そうなんですね。うん、私はまあ別に見られても大丈夫なんですけ、ね、ど。大丈夫、はい、ってあんまり書き込みしないので。あ、見る線ってん。<laughs> はいうーん。まあ、まあ、俺も別に大丈夫だけど、でもなんかさ。 SNS って言っても、Facebook とツイッターって性格違うよね。違いますよね。なんか Facebook はキラキラじゃん。私を見てみたいな感じだけど、でもツイッターは結構闇,闇っていうか、<laughs> なんか本音の部分というか。そうそう,そうそうそう、はい、匿名性だからさ、みんな実名じゃない方が多いじゃん。そうですね裏垢というかもうな見バレ、見バレをするのがやばいみたいな。はい でも俺はツイッターのそんな裏垢を眺めるのは結構好きおお<ー>何 <laughs> かそっちの方が本音って感じがする、はい、でも確かにその本音の部分就職活の人事担当者に見られたら嫌よねおおなるほどいやーよー怖いでしょ <laughs> <laughs> わざわざ見るんですもんね だから迂闊に発信とかできないんだろうなでもなんかつながってた方が面白いと思うんだけどね自分なんかもブログとか書いて発信してるけどさそれのおかげで今いろんな人たちとつながれてるし知事もそうだし徳口さんもそうだし。 まつ変な人たちだな繋 <laughs> <laughs> がってよかったのか悪かったのかすごいですね変,変わった人たちそうそうそういやでも楽しい100%楽しいのは絶対楽しい、うん、だあとはもうちゃんとちゃんと働いてか、ね、稼がないとね5月病ももう終わりにしないといかね6月だし <laughs> そううだからもう就活は <laughs> 形変えないともう限界ない気がします。はい、ああ、ね、だから、野党側はもう、ちゃんと考えた方がいいと思うよ、野党側もですよね。ははい、じゃあ、もう終わる、終そろそろですね、<laughs> 今日もですね、お届けしました、本音ラジオ。うんはい そうそう就活の話ともだから学生さんは、はい就活の話とフェチの話。フェチの話。<laughs> <laughs> <laughs> だまあ学生さんは、だからもうまあと、まあ、ありきたりな回答になるけど、どこでもいいから、とりあえず入るっていうことをやったほうがいい、そうですよね、経験積むっていうのが、大事だと思いますバイトでも何でも、はい。あのだから内定をもらわないといけないじゃなくて、はい、もう知り合いのとこでも何でもいいから、とりあえずどっか。 働いてみるバイトでもなんでもそしたら自分の好き嫌いとかできることできないことが分かるから、はいね、大学行って別にバイトでも全然いいよからいいから、うん、やってみてくださいっていうことがまとめ <laughs> <laughs> 以上ですけれども、はい、じゃあそれではですね今日の「本音ラジオも、はい」もここまでとなりますはい、はい、どうやって締めてたっけえっと さっちゃんが締めてた一 <laughs> 人だとどうし締めていいか分からない <laughs> じゃあ今日お届けしましたのは、はい「ザ・電撃パンクゾンビーズ小屋」でした、はい、それでは皆さんまた来週お会いいたしましょうバイバイ,バイバ <laughs>